美里くん、次のコンサートは秋田だから。あのさ、もうちょっと仕事を入れたいんだけど、そう、週にもう 1,2 本、どう？まだ勉強中だから、今のペースは。何をおっしゃいますか。パリ国際コンクールで2位なんだから、誰もが認めるプロですよ。じゃあ、考えといて。お疲れさん。お疲れ様でした。美里さんのお嬢さんですよね。ええ。これ旦那さんに渡していただけませんか。あなたは？お願いしますよ。花一文明。おかえりなさい。はい、お疲れさん。ゆうちゃん、おかえり。お父様、ハッピーバースデー。おー、ありがとう。あら、また見てるの？パリのコンクールのこの演奏はお父様への何よりのお誕生日プレゼントね。もう暇さえあればずっと見てるんでしょう、お父様。え、いや、まあ私もなんだか自分が賞を取ったみたいで、ゆずるとは一緒にピアノを習い始めて同じ先生についたから。あ、そうそう、おじさま、これ父から。おー、はい、あ、さあさあ。なんだこれは。お菓子だ、掘り出し物だ。あいつの趣味はようわからん。いや、しかし兜天道といえば古美術鑑定の世界では一応名前が通ってますからね。あら、マサルさん、一応だなんて。ちょっと口が滑った。もうあなたの口はほんと滑るから。まいったな。ありがとう。ではお父さんのお誕生日を祝して乾杯。お父様、これを門のところで渡してほしいと。なんだこれは。花一文明、誰からだ？それが知らない男の人から。お父様、花一文明ってわらべ歌でしょ？ああ。わらべ歌の一節がどうして？あ、今年も聞かせてもらおうか。花一文明。こんなことするのはな、あの男しかいない。お兄さん、どうしたら。お前は心配ないと思う。天道、あいつに連絡しとかないと。Thank you.
どうテニスは。いや正直こんなにハードだとは思いませんでした。でもわずか1年足らずでうまいもんですよ。そんな。事務所で打ち合わせがあるんで。じゃあ私も。まだいいじゃない、久しぶりなんだしね。でも邪魔しちゃ悪いから。あさみさん、今日は一日ゆずるに付き合ってあげなさいよ。え、ゆずるは世界に羽ばたくピアニストよ。飛んでいかないようにしっかり捕まえてないと。じゃあ。もしもし。マヤ？父が死んだって警察から。警察？警部、こちら兜天道氏の娘さんです。こちらは友人の美里さんと浅見さんです。神奈川県警の半田です。古美術商栄天堂の社長室で発見されました。お父さん、マヤ。お父様、お母様。天道。天道さん。お父さん。天道は、なんで？毒物反応が見られます。毒物？ええ、詳しくは解剖待ちですが、検視からは毒物による中毒死と判断されます。毒物の種類は？急性心不全のような症状からアルカロイド系のものだろうと。アルカロイド系、トリカブトから抽出したものでしょうけど。おお、よくご存知で。外傷はなかったようですが。昨夜の兜天道氏の行動ですが。昨夜は私の誕生会がありましてね、毎年天道も来ておったんですが。仕事の都合で行けなくなったから、よろしく言ってくれと。仕事と言いますと？父は仕事のことは何も。兜さんの死亡推定時刻ですが、昨夜の8時前後ですが。毒物はどういう状況で飲み物に混入されていたんでしょうが、自分で入れたのか、それとも現場を見せていただくことはできないでしょうか。毒物の種類とか死亡推定時刻とか随分気になってるようだが、飯塚。はい、ちょっとあちらでお話を。さあ。あの方とはどういうご関係ですか。ゆずるから紹介されて。ルポライターの浅見さんです。ルポライター？刑事局長の弟さんです。は？警察庁の浅見刑事局長の弟さんです。は？はあ？警部さん。あ、はい。なくなってるものはありませんが。古美術品の盗難被害はない。あ、浅見さん、あちらへ。失礼します。兜天道さんの死体がそこに。コーヒーはここです。毒物はそのカップに混入されていたんですね。ええ、鑑識が詳しく分析しておりますが間違いないでしょう。あ、それからこの靴跡なんですが、これは第一発見者の長岡さんのもの。それと別の靴跡がここにもう一つ。別の靴跡？ええ。私が出社したのは9時頃でしたけど、すぐに警察に連絡しました。昨夜の8時前後から長岡さんが発見するまでの間、その靴跡の侵入者がいたと思われますが、抵抗したり争った形跡はありません。ふるさと求めて。
花市門め。父宛てのあのメッセージ。この日めくりカレンダーの兜天道さんの走り書き。ふるさと求めてと花市門め。同じわらべ歌の歌詞。偶然とは思えないけど。あれを渡した時の父の様子もなんだか気になって。浅見さん、どういうことなんでしょうか。このわらべ歌の一節が一体何を意味するのか。自殺なのかしら。真矢さん、お父さんが自殺するような何か思い当たることがあるんですか。真矢、自分一人の胸にしまってないで話して。うなされていた。初めは何か悪い夢を見てるのかと。でも同じようなことが何度も。それに一人で思い悩んでいたり、何かに怯えていたようなことも。何が原因で。私にはわからないのね。思い悩んで何かに怯えていた。父に何が。なんで。わらべ歌ですけど。山形、うん、全国各地にいろいろな花市門めがあるけど、歌詞の内容はその地方地方によって随分違うんですね。うちの美里家の先祖も山形の河北町だけど。山形の河北町、どういう家系なんですか。私が生まれたのは東京だし、詳しいことは。でも先祖はかつての紅花の産地の河北町の人で、紅花大臣の末裔だと亡くなった祖母から聞いたことがあるわ。紅花大臣の末裔。確かマヤのお父様に。あの兜天道さんも山形の出身なんですか。ええ、父とは竹馬の友で親友なんです。ずっと家族ぐるみの付き合いをしていて。マヤのお父さんも神父の息子さんだとか。神父の息子さん、同じ山形でゆずるさんのお父さんの竹馬の友。あさみさん、このわらべ歌がやはり何かを暗示している。父が自殺なんか。マヤ、昨日は自殺かもしれないなんて。でも父が私のことを残して、そんなことどうしても考えられなくて。そうよね、マヤを残してそんなことを。あのわらべ歌のことも。ふるさと求めて花一門目。ふるさと求めて花一門目。もめもめ花一門目。なんだか寂しそうで声もかけられなかったけど。寂しそう。幼い頃を思い出していたのか、それとも何かわらべ歌に特別な思いが。ふるさと求めて花一門目。ふるさとを求めて
兜天道さんの日めくりカレンダーに書かれてました。お父様宛てのあのメモにも花一門目と、ふるさと求めてと花一門目、たまたま同じわらべ歌の歌詞だったとは、何かしら暗示してるものがあるはずなんですが。お父様話して。ゆずる、お前は何にも心配することはない。お母様。お父様の言う通りよ。あなたは心配しないで。お父様、神奈川県警でお話聞いてきました。司法解剖の結果、検出された毒物はやはりアルカロイド系だそうです。神奈川県警は自殺と他殺の両面で捜査をすると。自殺なんかじゃない。兜天道さんは自殺ではない、そう思えるものがあるんですね。時間だ、出かける。はい。兜天道さんは自殺ではない、何者かの手にかかって殺された。お父さんはそう確信されてるようだけど、でもその理由はおっしゃらない。何かしら人には言えない秘密があるように、今度の事件とも関係があるように思えるけど。今度の事件とも？あのふるさと求めてと花一門目とも関係があるでしょうね。あのわらべ歌と事件がどう？僕にもそこが。わらべ歌と殺人とがつながっているとは到底思えない。でもそこに何かが。浅見さん。山形わらべ歌紅花。いずるさん、次の演奏会は秋田でしたね。ええ。その前に山形に行ってみませんか。私、両親が暮らしていた家です。ここが。山形県河北町の紅花資料館、長屋門、武者蔵、御朱印蔵、江戸時代からの紅花大臣旧美里家の屋敷がそのまま残されている。菊花の一年草の紅花、まず黄色の花を咲かせ、次第に赤に変色していく。草木染めは主に葉や樹皮を使うが、紅花染めは花弁を原料とするところが珍しく、その自然の花が醸し出す色調には何とも言えない豊かな深みがある。紅花は庶民には文字通り高嶺の花でして、その昔には花一門目、金一門目と言われて。お嬢様、表でお待ちください。さあさあ、こちらですよ。先代の沢太郎様に仕えておりました横堀と申します。横堀さん。まさかお嬢様がここさお見えになるとは。いや、でもお見えにならねえ方がええかったかもな。どうして？あ、こっちさ、何のご用で？美里家のルーツというか、どういった家系なんでしょうか？お待たせしました。どうぞ。これです。美里家のご先祖は
奥州から逃れてきた宮本初出での家来三里三郎智家でございます。三里三郎智家、その何代か後に刀を捨てて八千の商人に身を変えました。江戸末期には紅花を扱う大商人で、紅花大臣と呼ばれ、この河北地方一帯の王将屋として君臨。明治維新の際には農兵を組織して、その権勢は忍ばれるというものであります。合算の見えるところには紅花を作れ。合算の見えるところに紅花。ああ、そのことわざ通りに合算の秀雅なお姿を望み、最上川の流れに沿ったこの河北町一帯は紅花栽培には適しておりました。特にこの地方で採れるものは最上紅花と呼ばれて最高級品とされておりました。最上紅花。最上川の周恩を得て酒田から西回り航路で京や大阪に運ばれておったんです。この通りが比内地通りと呼ばれて、紅花問屋の商家が軒を並べておりました。比内地通り。ああ、旧暦の桃の節句には各旧家の品人形が展示され、今でも品市場開かれます。ゆずるさんはこの河北町に来ない方がよかった。どういう理由からなのか、どうか話してくれませんか。この事件をご存知でしょうか。横浜の古美術商の兜天道さんの変死、毒物で殺されたと思われます。兜天道さんもこちらの出身だそうですね。あいつだ、あいつが、あいつ黒崎が、あいつが網走を出所して、あいつが復讐しとるんですわ。復讐。浅見さん、事件発生は昭和51年の9月14日。被害者は吉富義恵さん23歳。30年前のこの殺人事件で逮捕されたのが黒崎覚夫です。そんなに前に。当時黒崎覚夫はあの横堀さんと同じ三里家の使用人だったんです。その人が出所して。復讐してる。復讐って、殺人の罪を犯しといて、そんな。長い刑務所暮らしから舞い戻った黒崎覚夫を、刑務所での30年間ずっと復讐心を持ち続けていたのか。黒崎覚夫の両親はすでに亡くなっています。じゃあここの家には今はどなたも住んでないんですね。でも出所して戻ってきたかも。黒崎さん。ゆずるさん、ここで。
浅見さん、この人、これ旦那さんに渡していただけませんか？間違いありませんか？間違いないわ。浅見さん、山形県警の磯部と小野です。こちらへ。浅見さんのことは伊勢崎西署の半田さんから。被害者は学知智信、42歳です。学知智信さん、死因は脳挫傷と脳出血。鑑識の見たところでは死後約35時間です。網走刑務所の受刑者で、先月の15日に出所したそうです。刑務所で黒崎格夫と接点があったんですね。学知智信がここを訪ねてきたのか、身を寄せていたと思われます。でもなんで服役中に何がトラブルがあったのか、それとも出所後に何か、いずれにしても黒崎格夫の疑惑は否定できませんな。静かさや岩に染み入る蝉の声、奥の細道に読んだ松尾芭蕉ゆかりの地山寺。黒崎に下された判決は脱走罪を含めて無期懲役でした。横堀さん、なぜ黒崎格夫は復讐してると、彼を復讐に駆り立てる者に何か思い当たることがあるんですね。逆恨みなのか、それとも何か。横堀さん、横堀さん、御嬢様、御嬢様はしゃっぱり来ねえ方がしょがったな。黒崎加工の容疑は殺人と暴行の併合罪だ。服役中に脱走を図っていたと。3度の脱走未遂が服役の長さになっているが、裁判では無実を主張していた。無実？物的証拠と状況証拠は揃っていた。それに有力な目撃証言もあった。目撃証言？証言者は6人、そのうち2人はすでに病死している。残るはこの4人だ。美里智太郎、美里梅子、横堀正也、それに兜天道。兜天道？事件当夜黒崎加工を見たという有力な証言をしている。でも黒崎格夫は無実を主張した。もしその通りの無実だったとしたら、30年もの獄中暮らし、エドモント・ダンテスを彷彿させるが、モンテクリスト博の岩窟王ですね。無実の罪に陥れられて孤島の岩牢に幽閉されたダンテスと重なる。しかし裁判で確定した判決が誤審だったとは考えられないがな。30年前の裁判での証言ですが、兜天道さんは事件当夜の黒崎格夫を目撃したと証言されています。美里さんはその兜天道さんと一緒にいたと。どういう状況で目撃されたのか話していただけませんか？そう言われましても30年も前のことですから。黒崎格夫、今月の初旬網走刑務所を出所しました。裁判では証言されたそうですね。どういう証言だったのか話していただけませんか？私は何も。証言したことだけでも。何もお話しすることは。美里智太郎氏と同じように妹の泉野梅子さんも何も答えてはくれなかった。
友太郎兄さん、あの男が外に。落ち着くんだ。間違いないのか。すぐにな、すぐに人をやるから。どうした梅子、梅子どうした。警部、浅見さん、未明の犯行です。世田谷の美里友太郎氏に電話をした。その電話の最中の犯行と思われます。電話中。ええ、あ、これはわずかなんですが血痕を踏んでますね。窓から逃走したようです。靴跡。あ、草野君。あ、美里さんからの通報を受けてこの草野巡査が駆けつけました。その途中。ルパシカ。ロシアの民族服の黒いコートです。出所時もこれと同じルパシカ風の黒いコートだったようです。道ですれ違った男もこのコートだったんですね。はい、自分は巡回中でありまして、緑区のこの一帯は空き巣が多発しております。こちらのお宅も先月やられました。空き巣の被害に遭った。あの金庫から宝石類が盗まれまして、被害額は時価1500万円相当であります。あの金庫の宝石が盗まれてる。金庫は壊されずに。はい、プロの錠前師の仕事でしょう。警部、遠井さん。なんで。あ、浅見さん、被害者泉の梅子とは恋人関係にありました。恋人。ええ、先祖の古美術品の一部を相続した泉の梅子は栄天堂と取引があった。東儀さんはその関係で親しくなった。未亡人泉の梅子の年下の恋人だったんです。あの男が外に。あの男が外に。黒崎格夫のことに間違いありませんね。はい、網走刑務所を出て復讐してるんでしょうね。復讐。何が復讐ですか。逆恨みもいいとこじゃないですか。そうよ、逆恨みよ。許さない。本気でした。年の差なんて関係ない。本気で梅子さんを愛。靴跡。30年前の逮捕時の黒崎格夫の革靴です。サイズは 26.5、靴底の文様、かかとのすり減り、栄天堂の社長室の靴跡と一致。登山帽にルパシカ風のコートも同じです。第一の被害者兜天堂、第二の被害者ガクチ友信、そして第三の泉の梅子。網走刑務所を出た黒崎格夫の復讐。30年前のコートをまとい、次々と犯行に及ぶ。怨念の塊になってるんでしょうな。怨念の塊。復讐の鬼と化してやがるんですよ。
ちょっと待ってください。兜天道さんと泉野梅子さん、この二人には復讐という動機がある。でもこの学知友信さんには。あ、いや、学知友信に犯行を気づかれてゆすられでもしたのか。いずれにしても黒崎加工の容疑は否定のしようがありません。一致しました。泉の梅子の犯行現場から採取したこの靴跡と黒崎加工のものは同一です。警部、よし、これで決まりだ。美里さん、30年前に何があったのか、黒崎加工を復讐に駆り立てているものは何なんでしょうか。裁判で不利な証言をした、果たしてそれだけでここまでのことを。僕には他に動機があるように思えるんですが。無実？黒崎格夫は裁判で無実を主張していたんです。問題はそのことと関係があるのかどうか。お父さんは何も語ろうとはされないけど、30年前に一体何があったのか、今度の事件の根がそこにあることは間違いないでしょう。浅見さん、でも黒崎格夫の復讐だとしたら、なんで学知友信さんを殺したのか。30年前の事件とは全く関係ないのに、なんで。それにもう一つ、もう一つ、網走刑務所を出所した黒崎格夫がふるさとの山形に戻ったことは間違いない。彼の成果は天道、ちょっと足を伸ばせば河北町、そこにはあの横堀さんがいる。横堀さんは無事ですけど。そう、そこのところがどうもよく、横堀さんは黒崎格夫の容疑を裏付ける重要な目撃証言をしている。山形に戻ったのならまず横堀さんから狙うのが自然だと思うけど、なぜ横堀さんを狙わなかったのか、なぜ学知友信さんを殺す必要があったのか。横堀さん。は、先日は失礼はいたしました。紅花の種ですね。雪解けの春先にこの種ば巻きます。この種からあの気品のある紅花が生まれる。横堀さん、30年前の事件のことを話してくれませんか。黒崎格夫は無実を主張していたそうですね。横堀さん、あなたは事件当夜に彼を見たという証言をしています。裁判でのあの目撃証言は本当のことだったんでしょうか。兜天道さん、泉の梅子さん、二人の人間が殺されました。学知友信さんも殺されています。横堀さん、次はあなたかもしれません。横堀さん。証人、9月14日事件当夜、その現場付近であなたが見た男はこの法廷の中にいますか。はい。その男はどこにいますか。実際には見ていなかった。その時見た人物は誰だったんですか。あっしゃ、誰も、誰も見てはいなかった。被害者吉富芳恵さんの死因は頭部強打による脳挫傷。横堀さん、花市門面をご存知ですね。
花出雲め。このわらべ歌には何か特別な意味があるはずなんですが。お嬢様のことだと。お嬢様、美里家の梅子さんのことですか。いや、照子様です。照子様、あ、友太郎さんの奥さん。軽部家の霊場の照子様、幼い頃ご両親を亡くされて孤児になられてしまったんです。孤児。当主の沢太郎様は照子様の身の上を案じられて美里家に引き取り、大切にお育て申しました。そらもう照子様の品のある可憐さはみんなの注目の的でした。とりわけ雑用係を務めていた黒崎には憧れの人でした。照子様が欲しい。照子様は紅の君だったんです。紅の君。黒崎は照子様のことをそう呼んでおりました。まだ小学生の時だったけんど、ほだなされたことを言うなと思ったもんです。いつかきっと照子様の花嫁衣装をこうした紅花で染めてあげる。それが黒崎の口癖でした。いや、あれは照子様の誕生日会の座興で。あの子が欲しい、あの子じゃわからん、この子が欲しい、この子じゃわからん、照子様が欲しい、照子様が欲しい、照子さんが欲しい、照子さんが欲しい、うるさいと求めて花一文目、文目文目、花一文目、花一文目。しー、年をしてわらべ歌もないもんだとざわしらけましたが、黒崎は得たって満詰めに歌ってました。私は友太郎様のお気持ちを思うと複雑で。黒崎角王にとっての紅の君、それは旧家の霊場だった美里照子、憧れの人、紅の君。紅の君、黒崎角王はあなたのことを紅の君と呼んでいた。子供の頃には花一文目のわらべ歌でよく遊んだと。きっと黒崎さんにとってはあなたのことが美しい思い出になっていたんだと。花一文目にはそんな思いが込められているんじゃないでしょうか。刑務所の中でも花一文目を口ずさんでいたそうです。
30年前に何があったのか、黒崎格を復讐に駆り立てているものが何なのか、もし彼が裁判で主張した通りの無実ならば到底看過できません。これ以上血を流すようなことだけは、ご主人にもしものことがあったら、それだけは絶対に止めたいんです。どうか真実を。30年の胸の使え、黒崎さんのことを思うと胸が張り裂けそうで、どうしよう。あの事件は黒崎さんの犯行に間違いないと信じて疑いませんでした。その後証言台の黒崎さんの叫びを耳にし、嘘だ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 、目の裏に焼き付いて、もしかしたら黒崎格夫は無実かもしれない、そう思ったんですね。もしも無実だとしたら、それは同時に裁判で証言したご主人や梅子さん、それに兜天堂さんたちに疑惑を向けることになる。お母様、ゆつる、お父様がそんなことを。そうよ、そんなこと、そんなことあろうはずがない。何度も自分に聞かせて、この胸の奥にずっとしまい込んで、そのことには触れないようにして、でも、もし無実だったら、今度は私の番だろう。やはり30年前の事件の証言が原因なんですね。奥さんやゆずるさんを守るためにも真実を話していただけませんか。あなたから本当のことを聞くのは怖かった。でももうこれ以上殺されるなんて、真実がどんなことであろうと、私は大丈夫、覚悟してます。テルコ、殺されても仕方のないことなのかも。八千動画祭りの夜に、綺麗な舞台衣装ですね。ええ、美里家の紅花染めですもの。
ってください。天道は襲うつもりはなかったが、悲鳴を上げて逃げようとする相手に動揺して殺めてしまった。天道さん、相手の女性は美里家で行儀見習いに預かっていた娘だから、美里家としても具合が悪い。天道は私の無二の親友であると同時に牧師の息子だ。牧師の息子を殺人者にするなんて。天道、お前なんてことを。あいつが通りかかった。さくらんぼ畑に行くところだった。私は天道と一緒にいたと。アリバイを証言していたんですね。なんで、なんであんなことを。でもあの時は天道のためにと、それに無意識のうちに黒崎への嫉妬のようなものがあったと。嫉妬。紅の君に捧ぐ黒崎が書いたテルコへのラブレター。テルコが見せてくれたのを読んだあの時、正直嫉妬を覚えた。そうか、こんなに私はテルコのことが好きだったんだと思い知らされて、あんなラブレターを書いたあいつをどこかに許せない気持ちがあったんだと思う。やってねえすよ。私は裁判の傍聴には一度も到底行きにはなれず、天道との秘密は二人だけの胸にしまい込んで、この秘密は墓場まで持っていこうと。だがいつかこんなことになるんじゃないかと、天道は怯えて悪夢にうなされて、黒崎覚雄に呪われたように、あの男の歌う花一文目のわらべ歌が幻聴のように聞こえてくると。ふるさと求めて花一文目、ふるさと求めて花一文目、もうねもうね花一文目。天道からそれを聞いた私も、夢の中であのわらべ歌がまるで悪魔が耳元でささやくように、
友情の発露とはいえ、なんであんな証言をしてしまったのか。なんという取り返しのつかないことをしてしまったのか。罪に陥れたなんて。無二の親友の兜天道さんをかばうことで黒崎格を陥れてしまった。そんなこと父がどうして。その人のことを思うと浅見さん、テル子、どうしたらいいんだ。どうしたらいいんだ、テル子。あなただけじゃないわ。私だってそう。家庭を守りたい一心で、見て見ぬふりをしてきた。次は私とこの命が。どうしたら、どうしたら、テル子。これが無実の罪。でもそんなことが現実に。黒崎角夫はたまたまそこを通りかかった。もし通りかからなかったら。そんなことで。下働きの男の言うことと大少爷の息子と神父の息子の証言、どちらを信用するか。他にも目撃証言があったし、状況証拠を示す人間がいたからね。怖い話ね。悪意の証言の積み重ねで一人の人間が罪に陥れられてしまう。実に怖いことですね。坊ちゃま、その方が復讐に駆り立てられても不思議ではないんじゃ。確かに動機は十分すぎるんだけど、でも単なる復讐劇とは思えないものが。あの花一門目には何か別の意味があるように。そういえばあのわらべ歌と復讐っていうのは何かそぐわないわね。だからこれは復讐のメッセージなのではなくて、ふるさとへの郷愁なんじゃないかしら。30年もの間刑務所の中で暮らしていて、自分の孤独の心をこのわらべ歌で慰めていた。私はそう思いたいけどね。復讐の順番、そこがどうもしっくりこなくて。どういうことですか、浅見さん。犯行の動機が復讐なら第一の被害者兜天道さんは納得できます。でも第二の被害者学知友信さんは刑務所の仲間と言うべき男を。なんで。浅見さん、またですか。第三の泉の梅子さんも何かしっくり。彼女は裁判の証言者ですか。そこがどうも。裁判記録をよほど克明に読まないとわからないくらいで、泉の梅子さんの証言に重要性はないんです。いや、しかし当の黒崎はそうは思っていないかも。それに誰もが筋道だった復讐をするとは限りませんからね。そうだよな。殺しやすい対象からやるだろうからな。それならまずこの横堀さんでは。河北町の横堀正也さんですか。黒崎格夫は山形に戻った。復讐が目的なら
まず最初に狙う対象のように思えるけど。いやいや、ですから筋道立った復讐をするとは。この靴跡が黒崎架空のもの。靴のサイズ、かかとの減り具合に文様、間違いありませんが。コーヒーに毒物が混入されていた。それを口にした兜天道さんがここに倒れ込んだ。血痕を踏んだ靴跡。麻美さん、何か。ここでも血痕を踏んでる。麻美さん、犯人の心理として証拠は残さないようにするのが。あ、いやいや、泉の梅子の頭部に鈍器を叩きつけた。当然犯人は至近に立って犯行に及んだんです。靴に血痕がついてもおかしくは。ここに倒れ込み血がここまで広がった。広がるまでには若干の時間が。すぐに反応すれば靴に血はつかなくて済むのに。しかし、あえて血痕をつける。もしこの靴跡に犯人の意図が隠されていたら、故意に残されたものだったら。故意に？殺人事件を捜査する検事。しかし殺害現場付近で目撃された女性は実の娘だった。夏木しずこサスペンス、光る崖、お見逃しなく。小梅事件、山形の天童で殺害された学士友信は主に古美術品を狙う窃盗常習犯だった。問題はその盗品だが、この男が神塚に転売していた半分。東義高雄。6年前の学士友信の窃盗傷害事件の捜査を担当した本庁の第三課が聴取していた。でも東義高雄の逮捕には至らなかったんですね。中間に第三者を介在させていたためだ。東義高雄はあくまでそれが盗品だったとは知らなかったと主張した。そのために彼の容疑は立件できなかった。窃盗犯との直接の売買ではない。学知友信の自供が得られなければそう簡単に立件はできないだろうからな。学知友信と東義高雄、この二人に接点が。この東義高雄が出所した学知友信と接触していたら、学知友信は東義高雄の旧悪を知っている。それを供述せずに恩を売っていたとすれば。兄さん、その見返りを求めて出所後に接触していたことは十分に考えられるな。しかもこの学知友信は網走刑務所で黒崎架空と一緒だった。問題はそこだが、もし刑務所で黒崎架空から冤罪だと聞かされていたら。冤罪。この学知が黒崎架空の復讐心を知っていたなら、その復讐心をうまいこと利用することもできます。兄さん、やはりこの復讐劇には裏が。復讐劇の裏。麻美さん、何ですか話って。東義さん、学知友信との関係ですけど。学知？古美術品窃盗常習犯の男ですよ。あなたはその学知友信の盗品を神塚に売りさばいていたんですね。
何をおっしゃるんですか。侵害です。僕はあれを盗品だなんて思ったことも。第一、僕はあいつと売買したわけじゃありませんからね。ある意味こっちが被害者ですよ。もういいですね。学知友信とは出所した彼と会ったんでは。東儀さん、そんな、あんな奴と会うわけないじゃないですか。お仕事中どうも。長岡さん、東儀さんと学知友信の関係を知っていたんですか。東儀さんの古美術品の横流しを知っていたんじゃありませんか。浅見さん、何をおっしゃってるの。長岡さん、どうなんですか。知っていたんですね。事件を左右するかもしれない大事なことなんです。長岡さん、ガクチという男のことは知らなかったと。でも東儀さんの言葉を信用していいかどうか。彼の言うことは信用できない、そう思う何かがあるんですね。栄天堂の古美術品も横流ししていた。ある男から客を紹介されて、社長に内緒で小塚に売りさばいて。そんな。ある男、それは誰なんですか。長岡さん、長岡さん、誰なんですか。力岡さんです。力岡、ゆずるさんの義理のお兄さんですね。何を言ってるの、そんなはずが。横流しが発覚してうちの社長に咎められて。その矢先の事件だったんですね。でもまさかあの東儀さんが社長を。浅見さん、あれは黒崎加工という男の復讐なんでは。浅見さん、どういうことなんですか。父は何で、誰が。浅見さん、力岡勝は4年前に長女の東子と結婚、美里物産友太郎社長の秘書をしています。ゆくゆくは後継者にしたいと思ってるようですが、どうもそのような器じゃないようですな。と言いますと。銀座や六本木のクラブの常連で、愛人にもかなり貢いでるようです。株にも手を出して、その損失の穴埋めで株と天堂から助けてもらった。かなりの借金があったようです。いや、しかし株と天堂が毒殺された11日の8時前後には、この美里家の友太郎氏の誕生会に参加しています。力岡にはこれ以上もないアリバイがあります。アリバイ。はい、半田。ああ、飯塚か。どうした。何？東儀高雄。泉の梅子が宝石を保管していたあの金庫は東儀高雄が買っていました。間違いないんだな。ええ、3年前の12月に購入しています。当然東儀高雄はあの金庫のダイヤルナンバーを知っていた。
泉の梅子さんが東儀に疑いを持った。被害届を出した盗難事件にそんな裏が隠されていたらえらいスキャンダルです。そんな真相が明るみに出たら東儀は塀の中にぶち込まれて身の破滅です。警部、東儀隆夫と学士友信が接触していました。何？網走刑務所を出てから4日後、学士は先月の19日に東儀隆夫のマンションを訪ねています。管理人が目撃しています。そんな、あんな奴と会うわけないじゃないですか。出所した学士は東儀隆夫を頼ってきた。問題はその時学士が刑務所で仕入れた黒崎隆夫の冤罪話を聞いていたら、黒崎隆夫の兜天堂への復讐心を知った、そういうことですね。その復讐心から思いついた計画。まさか、まさか、まさか、事件が根底からひっくり返っちまいますよ。浅見さん、この靴跡は故意に残されていた。黒崎網走刑務所を出所した黒崎隆夫の復讐。ルパシカ風のコートは黒崎隆夫の怨念の表れ。しかし僕にはどうにも腑に落ちない点があります。腑に落ちない点？浅見さん、復讐の順番です。復讐の順番？浅見さん、一体どういうことなんです？黒崎隔を陥れる最大の証言をした兜天堂さんを真っ先に狙った。これはわかるけど、梅子さんを狙ったのはなんでだったのか。なんでとは？梅子婆様も証言したからなんでは。でも証言者としての梅子さんの存在は最も影が薄いと言えます。影が薄い？私もまず梅子が狙われることはあるまいと。同じ美里家の使用人だった横堀さんの日ではありません。何しろ横堀さんは黒崎隔を見たという決定的な目撃証言をしたんですからね。どう考えてもこの復讐劇は横堀さんを狙わなければ完結しないはずなんですけど。完結しない？どうもそこのところがしっくり。ひょっとしたら。ひょっとしたら横堀さんを狙わなかったということはこの復讐劇の裏には何か。いや、僕の考えすぎかも。黒崎隆夫、いや、東儀隆夫だな。あら、おい、浅見さん。黒崎隆夫はなぜ横堀さんを狙わないのか。この復讐劇は横堀さんを狙わなければ完結しないはず。浅見さんのあの推理は真犯人の心理を巧みについた誘導だったんだよ。誘導？東儀、お前はその網に引っかかったんだ。
道義さん。全てを白状することです。まず最初に黒崎格夫さんを亡き者にした。まさか黒崎さん。浅見さん、次に告訴する。東儀、お前には分かってるだろう。お前にはせっかく目をかけてきてやったのに、飼い犬に手を噛まれるとはこのことだ。栄天堂の古美術品の横流し、これが発覚した東儀高尾は瀬戸際に追い込まれていたんです。問題はこの犯行の後です。30年前の黒崎格夫さんのいでたち、かかとのすり減った革靴の跡を残し、全く同じ服で変装して、何を言うんですか浅見さん。嘘、嘘でしょ。あなた嘘だと言って。雪岡さん、兜天堂さん殺害の時のあなたのアリバイはある。泉の梅子さんの時の東儀高尾のアリバイはある。互いのアリバイを用意しての計画的犯行。この秘密を知る唯一の男、学知友信さんを殺し、東儀高尾と力岡さん、あなたたちは黒崎格夫さんを巧みに利用し犯人に仕立てていたんです。俺は関係ない。力岡さん、東儀高尾が全てを自供しました。あなた、犯行は俺たちがやるんじゃない、黒崎という男がやるんだ。これ以上の完全犯罪はないって、あいつの東儀の計画に乗ってしまった。お姉様、なんてこった。事件の解決は美里家に新たな悲劇をもたらした。あ、ちょっと待った。黒崎格夫の死体が引き流湖から発見された。浅見さん、刑務所の中で黒崎格夫さんが歌っていた花市門名、あのわらべ歌は彼の人生で一番美しい思い出だったんでしょうね。ゆずるが受け取ったあの花市門名は主人へのメッセージであると同時に、私にも届けたかったのではないかと、そんな思いがして。おそらくあのメッセージを学知友信さんに託した後に黒崎さんは殺されてしまったんだと。それが復讐劇に利用されようとは。でも
黒崎さんのあのメッセージからは、あの頃の純粋な心に戻ってほしい。永遠の紅の君へ、そんな思いが汲み取れますね。もはや償いようもない、食材のしようがない。でも黒崎さんの名誉を回復する方法があるなら、守護祭神の道は残されているんですね。たとえ死者になっても黒崎さんの名誉は回復されなければならない。それが生きている人間の務めではないでしょうか。浅見さん、私これからの人生のすべてを主人と一緒に、そのために生きていこうと思います。小堀さんの言葉が、浅見さん、私もうピアノは。何を言ってるんですか。お母さんは黒崎角夫さんの守護祭神に人生のすべてをかけると。お父さんも同じ思いだそうです。ご両親は失意の底から立ち上がろうとしています。ゆずるさん、あなたもどうか乗り越えて。あなたが勝ち取った栄誉の陰には何十万人もの挫折があるんです。その人たちのためにも演奏すべきなんじゃないですか。みんながあなたの演奏を待っています。私の演奏を待ってる。あなたにはあなたにしか弾けないピアノがある。今のその思いを素直に弾けばいいんじゃありませんか。浅見さん、